強さの先にあるものを。まさか声だけでこの威力か。ジレン、すげえなお前。確かに普通のスーパーサイヤ人とは違うようだ。この木は。やはりサイヤ人とやらは侮りがたい存在だな。サイヤ人か。この無の海全体が震えている。本気でかかってこい。これはヤバそうだな。さあ始めるぞ。
勝負だ。往生際が悪いぞ、孫悟空。貴様はすでに敗北したのだ。終わりにすっぞ。
実に興味深い存在だ。だがこの熱さ、それがお前の限界だ。第六宇宙の殺し屋、何の用だ。仕事だ。はあ、さあ始めるぞ。こっちだ。残念だったな。どこを見ている。お前を時間の牢獄に縛りつける。まずい、次元か。わしと戦うつもりはないようじゃな。先ほどの悟空との戦いを見せてもらったぞ。今まで見たこともないほどの凄まじい強さじゃが、悟空もこの戦いの中で急速に成長しておる。弟子の成長を見るのは楽しいもんじゃ。お前は孫悟空の師匠なのか。そうじゃが。
ならば戦う理由ができたな。ところで恩師、それだけ強くてドラゴンボールで叶えたい願いなどあるのか。俺とて叶えたい願いはある。やはりそうか。ジレン、お前はまだ。お前たちにも教えよう、ジレンの強さへの執着の理由を。ジレンはある悪党に両親を殺されたんだ。師匠となる男に助けられ一命を取り留めた。それからジレンは師匠のもとでさらなる強さと正しい道を極めようとした。ジレンの周りには仲間ができた。そこに再びジレンの両親を殺した悪党がやってきた。ジレンは勝てる自信があって仲間と共に戦ったんだ。やつは強すぎた。ジレンの仲間は次々と殺された。ジレンの師匠までも奴との戦いで命を落とした。ジレンは再び立ち上がろうとしたが生き残った仲間に立ち上がる者はいなかった。力なき者は強者に従うしかなかったのだ。万国びっくりした。ジレンは一人になった。その時痛感したんだ。信頼など無価値だと。それと同時に理解したのさ、強さこそ正義、強さこそ絶対なのだと。勝てば周りがついてくる、勝利すれば全て手に入る。そこに感情など不要。俺はそんなジレンのとてつもない強さへの渇望とその孤独心に惚れたんだ。おしゃべりが過ぎるぞベルモット。お主にそのような過去があったとは。ジャガン、何が言いたい。その師匠はお前さんが一人で戦うことを望んでおったのか。消えろか。もうお前と話すことはない。ジレンよ、今の悟空ではお主を倒すことはできん。じゃがこの戦いの中で成長し、必ずやお主をも超える力を手に入れるじゃろ。わしはそう信じておる。じいさん、隙だらけだぜ。何？ジレン、貴様は何が目的でそこまで強くなった？
正義のためだ。生ぬるいことを言うな。正義なんかのためにそこまで強くなれるはずがない。お前たちの宇宙は随分と平和なんだな。何？正義を執行するのにその程度の強さで十分なんだろう。なんだと？ベジータ、手を貸すぞ。この状況で誰も助けに来ないとは、ジレンさん、よほど人望がないんですね。俺はお前たちとは違う。仲間の救援などいらん。ちょっと待て、俺はフリーザを仲間だなんて認めてないぞ。それはこっちのセリフですよ。俺も一時的に手を組んでいるだけだ。もともとは孫悟空の敵だしな。なるほど、孫悟空に負けた者たちが徒党を組んでいる。過去の話だ。片手でこの野郎なんかすぐに追い抜いてやる。消えろ。さあ始めるぞ。ハッと、ヤッダッと、つまらないもん。お前はここまでだ。あとは俺が。行くぞ。どうした？そう焦るな。ゆっくりやろうじゃない。行くぞ。化け物か、あいつは。なめるな。邪魔ですね。行くぞ。悪は正義には勝てん。本気にかかってこい。
戦いに来たんだ。みんなでやるな。この状況で誰も助けに来ないとは、ジレンさん、よほど人望がないんですね。俺はお前たちとは違う。仲間の救援などいらん。ちょっと待て、俺はフリーザを仲間だなんて認めてないぞ。それはこっちのセリフですよ。俺も一時的に手を組んでいるだけだ。もともとは孫悟空の敵だしな。なるほど、孫悟空に負けた者たちが徒党を組んでいる。過去の話だ。カカロットの野郎なんかすぐに追い抜いてやる。お前はここまでだ。悪は滅ぼす。行くぞ。はあ、行くぞ。はあ、どうだ。お前はここまでだ。悪は滅ぼす。化け物か、あいつは。本気で邪魔ですね。やめるな。そら、本気でかかってこい。邪魔ですね。邪魔ですね。邪魔ですね。消えろ。
様ですね。ああ、本気でかかってこい。どこだ、真似るな。さっさと捕まるがいい。当然の結果だ。この私が。消えろ。戦いに来たんだ。みんなで事前に勝てっかもしんねえ。ふざけるな。貴様にはサイヤ人のプライドがないのか。ジタン、俺は一人の戦いじゃねえ。事前に勝つな。力を合わせるしかねえんだ。孫悟空、失望したぞ。それだけの強さを持ちながら仲間に頼るというか。気にせず孫悟空と存分に戦うがいい。なんだその力は。まさかビルス様と同じ破壊神の力か。トップ、お前は自ら進んで破壊神の力を使うと。そこか。本気でかかってこい。俺が勝てなくても第七宇宙が勝てばそれでいい。
ベジータ。いつの間にかオラとおめえだけになっちまったな。ジレン、トッポはお前のために覚悟を決め、破壊神の力を使いベジータと共に落ちた。あいつのためにも必ず孫悟空を仕留めろ。破壊神の力をもってしてもあのサイヤ人と相打ちとはな。ジレン、多分今のオラじゃおめえには勝てねえ。でも絶対に負けねえ。わけのわからないことを。孫悟空、今度こそ決着をつけてやる。攻めがなってなければ勝ちは得られんの。不完全な身勝手の極意など敗北を遅らせるだけの悪あがきよ。不完全と言ったな。つまり今の強さのその先が存在するということ、それを無視して勝敗を決めつける。それはこの状況から奴が極意を極めて次元を超えるとでも言いたいのか。ありえん。それこそ寝言だ。この力の大会、そのわずかな時間の中、幾度となく限界をぶち破る俺たちサイヤ人の姿、貴様らも見てきたはずだ。ジレン、もう終わらせるのだ。今すぐ奴を、孫悟空を落とせ。さあ、始めるぞ。とにかく、逃がそう。こっからが本当の勝負だ。ジレン、孫悟空、身勝手の極意が何だというんだ。ジレンは負けない、どんな時もな。そんなはずはない。俺は負けん。負けるはずがない。強さこそ正義、強さこそ絶対だ。勝たなければ意味がない。負けたら全てを失ってしまうことになる。あの時のように。俺は二度とあんな目に遭わぬ。だから、だから、ねえ、か手加減はせんぞ。かロットが追い詰めたことで、やつはかつてのトラウマを。おめえほどのやつだったら、本当は気づいてんじゃねえんか。オラが言ってることをよ。
誇り高き戦士孫悟空、このような形でお前との決着をつけねばならぬのは不本意だ。だがお前の存在が消えても、お前は俺の記憶の中で永遠に生き続ける。さらばだ。孫悟空があの状態だ。俺たち二人でやるしかないな。言われなくても。一度砕かれた強さとは実に脆いものですね。あなたの心の悲鳴が聞こえてくるようですよ。弱い自分には戻りたくないとね。今度は軽い怪我じゃ済まないぞ。二度は食らわん。お互いにな。ジレンは、ジレンはよくやった。立つんだジレン。何のために今まで誰も信頼せずに己の強さを磨いてきたんだ。お前がお前の強さを信じられなくても俺は信じている。最後まで。まったくヘドが出ますね。黙れ。逃げろフリーザー。強くなってよ、オラたちが束になっても叶わねえかもしんねえ。私を生き返らせるという約束、
覚えているでしょうね。フリーザ覚えているのかと聞いてるんだ。おめえが約束破らねえ限り、オラは約束を守った。おめえが一番よく分かってんじゃねえのか。あなたのそういう甘いところにはヘドが出ますが、今だけは感謝して差し上げますよ。二人とも仲直りは。私を投げ飛ばしなさい。わかった。これが信頼、第七宇宙の力。ジレンさん脱落により第11宇宙消滅でございます。ジレン、ありがとう。なぜだ。俺はお前たちをないがしろにしてまで戦ったんだぞ。戦いが終わったばっかしなのによ、俺はまだまだ戦い足りねえんだ。おめえは嫌がるかもしんねえけど、また会いて。次は勝つ。また会おう、孫悟空。